大塚角野城は幕末の幕臣。別名、が球時。京都見回り組や将棋隊に参加し、とは、伏見の戦いから函館戦争まで、母親戦争を戦い抜いた。明治になってからは、官僚となり、後に江本武明が北海道小樽の所有地管理のため設立した、北信社の支配人を務めた。幕臣、岡田与一郎の三男として生まれ、 1863年に大塚家に養子入りする。神楽坂朝日奈道場で免許改殿となった後、京都見回り組に応募、肝入りとなり、戸場、伏見の戦いに参加。江戸に戻った後、将棋隊に加わり頭取並みとして、上野戦争で戦う。敗戦後は、天野八郎と共に、江戸で潜伏したが、天野が捕獲された際、大塚は、逃走に成功。 将棋隊のカスガ左衛門の丸も雪江等と共に榎本艦隊に合流した。函館戦争で将棋隊は渋沢誠一郎を隊長として再結成され、大塚は頭取りとなった。正木城攻撃に参加するが、大塚ら旧天野八郎派は城を攻めるより軍資金の持ち出しを優先した渋沢の指揮を問題視し、出兵を拒否し分裂騒動を起こした。 これにより一時謹慎を命じられたが、渋沢派と隊を分割することで決着。その後、大塚は五両角詰めとなった。旧幕府軍の降伏直前に自害しようとした江のもから刀を奪い取り、指を負傷しながらも自害を止めたとの逸話がある。江のもが降伏協議のため、亀田の会見場へ向かった際、従者を務めた。降伏後、広崎や弁天台場で謹慎する。 1872年に釈放後、開拓し、製作料、公務省、外務省、公居ご造営、停心省で官僚として働く。退官後、北海道炭鉱鉄道に勤めながら北信社の支配人となり、榎本が小樽に所有する土地の管理を行った。函館戦争についての指揮、一機の物語を残している。ありがとうございます。